はい、皆さんこんにちは、デデです。タッチです。デデタッチでーす、でーす。はい、ということで私たちは今相当テンションが高いんですけれども、はい、どこにいるでしょうか。どこですか。どこですか。ここは正解はデン、え、いい、沖縄。やった、イエーイ、来てしまった、とうとう。行きたくて行きたくてしょうがなくて、もう本当に多分4年ぶりぐらいの綺麗な海最高です。なんかもう来て全然経ってないんだけど、もう満喫してる、ね、すごく。ちなみに今回はね、結構沖縄の観光名所みたいなのをね、いろいろ回ろうかなって思ってるので、ちょっと頑張ってね、リサーチしたからね。そう、みんなにちょっとそれをね伝えながら、自分たちでめっちゃ楽しんでいこうかなって思います。思ってます。今回旅2泊3日の旅なんですけど、旅がもりもりのもりもりの盛りだくさんなので、おそらく2本立てになるかなっていう予定をしているので、はい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 、皆さん、あの、思う存分南国に行った気分を味わってみてください。はい、ありがとうございます。メンソーリー、メンソーリータン、メンソーリー。沖縄初食事ですね今日ね。朝ごはんもね、言うて飛行機で寝てたからほとんど食べてないようなもんだから、お腹が空きまして、まず1食目は沖縄といえば沖縄そばを食べたいと思います。イエイ。沖縄来たのがさ18年前とか、多分そんぐらいだから、もうね、食べた記憶ないよ。本当に食べたと思うけど覚えてない。基本的に沖縄なんでも初体験だと思って、楽しみだね。楽しみだね。ちなみにここはね、なんか結構山のど真ん中にあるんだけど、なんかそこそこ人気なんだと思われるな。ね、楽しみだね。行きましょう。わきがすごい。わきがバレる。これがソーキそばで、三枚肉そば。これは豚バラなんだよね。で、こっちは骨がついてるものらしい。お肉食べる。すげえ、いってらっしゃい。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 じゃあ、行ってきます。いってらっしゃい。おいしい。まあ、角煮のあっさり版と思えばいいかな。あ、リブだ、リブ。あ、リブか。思ったより固めかも。そうなの、うん、もちもちとかじゃない、固め。なんていうんだろう、うどんともちょっと違う。三枚肉そば、豚バラよね。豚バラ、あ、てちゃんそっちの方が好きだ。こっちの方が甘い味が。甘いの、うん、角煮っぽい。本当に。あ、そうなんだ。確認しよう。うん、やっぱりラーメンとは全然違うわ。違うの。ラーメンより全然軽いもん。でもそばっていうのにさ、うん、太くない麺。あ、そう、太いけど、あの、スープが全然脂っぽくないし、肉も重たくないから、見た目よりも重たくないから、いける。私が想像してたよりもよっぽどヘルシーかも。あ、そうなんだ、うん、でも個人的推しはこっちかな。だよ、そのリアクションでわかる、うん、素直だね、本当ね。ご飯食べたら熱くなった。美味しかったね。美味しかったね。なんかね、結局味見比べてみたらスープも味ちょっと違ったよね。違った ね。なんかソースに合った味付けしてたね。ね、美味しかった。美味しかった。じゃあこの後はね、沖縄といえばのあそこに向かいましょうか。そうですね、そう、沖縄っていう瓦屋根のお家が。あ、どうも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 、てーちゃん、あー、消えた消えた消えた。ということで、2カ所目ですね。まあ実質観光は1カ所目なんですけども誰もが知っている、てれーん、美ら海水族館でございます。おい、こんな感じなんだね。ね、私ね、ずっとね、ここウミンチュラ水族館だと思ってた。え、なんだって、なんだってウミンチュラ水族館。でもでもね、ググってもウミンチュラ水族館ってググってもここ一発目に出てくるから。出てくるな。多分島中の宝に引っ張られてウミンチュラ水族館だと思ってた。
も有名なのは知ってるけどさ、何が有名なのかもさ、どのぐらい大きいのかもあんま分かってないじゃん。まあじゃあ俺が説明してあげるよ。はい。中学生の時に学びました。なんか魚がいてでかい水槽がある。怖いな、顔が怖いよ。今25度なの。25度って言ったからそんな熱くないって思ったら、なんかさ体感温度さ、脇すっげえ汗が出てるよ。え、脇下見える？うん、テカってる。え、でも体感温度さ、マジで30度ぐらいあるんだけど。超えてる、全然超えてる。なんでなんだろう、湿度が高いから。多分そうかもしれない。25度とは思えんぐらいの汗をかいている今。これ明日海パン最高じゃね。ね、行こうか。じゃあ、行きます。しょ、やばくない？やばい、めっちゃ綺麗。ね、これ伝わらない、どうしよう。どうする、伝わってない。いや、伝わってるかもしれない。ね、水族館の入り口に入ろうとしたら、ね、やばい、これついに入場します。入場します。お持ちのお客様は手元にお進みください。さあ、それではあてちゃん、2、これが名物です。はい、ゴー。え、どれ？違う、見てこれ大きさ。あ、そういうこと。なんで？違う、めっちゃ大きい。なんで？めっちゃ大きい魚がいるのかと思ったの。なんで？いるよ。来るから、待って、もう一回、もう一回こっち見て、こっち、こっち見てて、どうぞ。いい？いいよ。はい、消えちゃう、消えちゃう、消えちゃう。何あれ？ジンベエザメ。ちょっと上にいるけど。ジェラートを買いました。買いました。色合いめっちゃ似てた。確かに。ね、これがシークワーサーで、これがパッションフルーツと、なんかいろんなブドウのミックス、そうそう、いろいろミックスみたいな感じで、紅芋と、これがなんだっけ、はい、アップルマンゴーか。アップルマンゴー、あ、そう、4種類食べたくて2人してダブルを頼みました。はい、そう、本当はね、ソフトクリーム食べようってしたので、ね、これを見つけてしまったので、これを食べたいと思います。溶けちゃうから食べようか。いただきます。じゃあ俺ちょっと紅芋からいくよ。私はシークワーサーからいくわ。いただきます。定番の2つだね。おぉ、うまっ。うめ、ちゃんとシークワーサーの苦みがある。え、めっちゃ美味しい。これめっちゃ芋感あるのに、なんか後味はすっきりしてる。うわ、でも、あ、うまっ。うわ、ほんとだ、皮の風味すごい。ちゃんと甘いね。うまい、うまだ。うわ、美味しい。ここ私ね、これが楽しみだったの。こっちフルーツミックスみたいな。これはマンゴー。こっち、はい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 。これは美味しいけど、混ざりすぎて何とも言えない味がする。うわー、マンゴー濃い。ほんと？え、一番好きなのさ、そう、いくよ、うん、せーの。あ、揃った、二人とも。シークワーサー、うまい。 いや、この4つの中だったら、うん、シークワーサーがダントツレベチだね。美味しい、めっちゃうまい、うん、あ、ちなみにね、水族館は今ちょうど回り終わったぐらいだけど、まあ人多かったからそこそこパッパと見て1時間半ぐらいかね。だからもっとゆっくり見れば2時間ぐらい回れると思うけど、まあでもうちらもこの後ショー見に行ったりするからね。そうそうそう、まあ、なんかウミガメとかもあるって言ったもんね。あ、そうそうそう、なんか別館があるから、もろもろ含めたら何だかんだ2時間半ぐらいは回れるのかもね。まあ普通に回れると思う。多分、ね、早く行っても2時間半とかかかるかもしれないね。じゃあちょっくら休憩して再び水族館回ります。喉が渇いたので、沖縄ドリンクがねめっちゃあるの見つけたんですよ。もっとね、怪しい沖縄ドリンクめっちゃあったの、この辺。準備中で全然ないから、普通に美味しそうな沖縄バイオリーズシリーズどれかにしようと思うんだけど、どうしようかな。今悩んでるのは、うん、パインか、うん、シークワーサーか、グアバかマンゴー。全部じゃん、ほぼ。オレンジ以外じゃん。甘ったるかったっけ、グアバって。わからない、グアバは知らない。
ょっとグアバにしてみようかな。一か八か。グアバチャレンジ。まあなかなか飲まないであろうグアバジュースを。ビちゃんグアバ初グアバ。いや多分飲んだことあるんだけどさ。おお。わあだった。匂いの方が美味しい。美味しいよ。でもねちょっと薄いかも。なんか確かに思ったより甘ったるい。薄い桃って感じ味は。ちょっとさすがに。思ったよりも天気が良くて、バンザイ。バンザイだね、ギリギリね。ね、うちらなんかさ、沖縄の梅雨の時期を大して知らずにさ、予約しちゃったもんだからね。だからなんかちょうど今、なんか梅雨に入っちゃったぐらいの時期らしいんだけど、なんとか。やれております。ね、晴天ではないにしても。ちゃんとあったかいもんね、25、6度あるもんね、今日ね。うん、まあこの服装でも寒くないぐらいだから ね。近いな。待ってここすごいなんか南国っぽいよ。おじいちゃん、あ南国水族館の中というか敷地内めっちゃ良くない？めっちゃいい。なんか南国。えここだけさ来たらさハワイ来ましたってさ言ってもバレなくない？ちょっと日本語が飛び交ってるけど大丈夫かな。ハローハローって本当ハワイだ。ハワイなんかもう南国に来たって感じ。もうここだけで楽しいよ私は。いいね、俺も楽しいこれ、ね、あんまこういうのないね絶対 ね。マナティー館ってとこにね行こうとしたらなんと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 砂浜を見つけてしまいました。やったね。うわ痛いんだ。来て来て、めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗。うわプライベートビーチみたい。ほんとだすごい。後ろになんか島あるよ。島、あれは私の別荘です。別荘なの？そう。本当は明日海入るもんね。楽しみだ ね。うわ天気持っててほしいな。えしかもめっちゃ晴れたんだけど。えすごい。えなんで？やば。えなんで今日曇りじゃん。ねえ。やった。ということで観光地2カ所目はですねマンザボンにやってきました。ここもねトッチがリサーチしてくれたんですけどなんかすごい景色が綺麗、うん、なんか海が綺麗らしくてで今ちょうど5時半ぐらい6時前ぐらいに来たんだけどいい感じにね西日が差してるからちょっと景色もさっきの海とは違うのが期待できるんじゃねっていう。ちょっと行ってみようか。行ってみよう。ちなみに配管料は1人100円です。安いよな。めっちゃ安い。よくこれで成り立ってるよな、ね。見るだけだからあれだけど。うわ気持ちいい風。うわすごい。待って西日超綺麗。あと左にあるらしいからなるべく一緒になるべく一緒に見ないように。3、2、1どうぞ。うわあ気持ちいい。いやこれめっちゃいいな。夕日めっちゃよくない？昼間は昼間で絶対いい、ね、昼間は違う景色が見えるんだろうね。めっちゃ良くなかった。めっちゃいい。めっちゃ濃いね。なんか最初なんかこんなに整備されてる場所だと思わなかったから、むしろ無料で入れると思ってたけど、逆にこんなにちゃんと整備されて立派な場所なら500円ぐらいは取っていいと思うぞ。だからここで100円になってことはお土産屋さんでいっぱい買ってけってことだよ。あ、そういうことか。めっちゃ重い。この後は夜ご飯ね、沖縄料理のね居酒屋をね。そうかそうだ、ね、今日は予約してるから沖縄料理を食べまくるんだ。もうねダイエット頑張ったからね。そうこの日のためにダイエット頑張ってきたから。明日水着なのにね。そう確かに間違いない。明日水着なのに今日めっちゃ食べてダメや。まあしょうがないよ、まあ、まあまあまあじゃあ夕飯をお楽しみに。かぶってそれ何それ。どう似合う？ちょっと見て自分で。本当にいそうなんだけどこういう人。いそうだよね。じゃあ乾杯。なんていうのこういうの。分かんない。沖縄で乾杯。メンソーレ。メンソーレでいいか。メンソーレ。メンソーレ。メンソーレ。オリオンビールいただきます。海ぶどう。いただきます。
これピッコリじゃない？海の塩分効いてんだけど、そんなに海臭くない。耳が、耳が何？豚のお耳さん？耳、耳らしいよね。ね、噂だった。どう？うまい。私好き。あー好きか。柔らか早期の竜田揚げ。早期の竜田揚げです。早期とは、だからお昼に食べた早期そばの早期だから。そうだ、骨付きのやつだ。骨付きのやつってことだね。うちらさ、気づいてなかったんだけど、お昼に食べたあの三枚豚のそばの方が、あの甘いって言ってたやつね、あれね、ラフテーだったわね。ね、あれがラフテーだった、うん、だから私はラフテーが好きということは発覚しました。なって、これやば。え、これやばってんの？なんこれ。これちょっと幸せ。皆さんおはようございます。2日目のデルトッチでございます。でございます。今日は海でね、はしゃぎまくる日なんですけれども、海湾は今回ではなく次回のね動画にちょっと撮っておきたいなと思うので、海湾を見たい人はね、ぜひ次の動画をね待っておいてもらえればいいかなと思います。でちゃんのね水着もいっぱい見れるからね。なあ、そんな簡単に私の水着をお見せしません。そんなに簡単にこの T シャツはできない。次までに皆さん楽しみに撮っておいてください。ということで、じゃあ3日目に行きたいと思います。皆さんおはようございます。3日目のデデトッチでございます。デデトッチでございます。やっほい。今日はねちょっとあいにくまだね雨降ってないんだけど、あんまりお天気が良くなさそうなんだけど、今日はねまず最終日のね旅の始めとして美味しいハンバーガーを食べに行きたいと思います。でも今ね朝ごはんのねビュッフェを食べ過ぎてね、お腹パンパンなんですよ。9時に食べて今11時だからね。朝ごはんパンパンに食べた2時間後にハンバーガーに食らいつこうとしてるんですけど、うん、まあ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 、まあ、どんと来いとね。まあね、最終日なんで、まあね、この後はね、特にね、そうそう、食べるものない。夜はそう、もう飛行機乗っちゃうから、そんなに食べる予定がないから、今のうちにパンパンに詰めておきたいと思います。イエイイエイ。これ可愛いね、デちゃんね。可愛いでしょ。これ可愛いでしょ。可愛い。スタイルめっちゃよく見えるでしょ。もともとスタイルいいんだって、デちゃん。あ、そっか。じゃあ、もともとね、これ買うつもりなかったんだけど、ポップアップに行ったらね、まんまと似合うからって試着させられて、まんまと買った。ありがとう、シュナタン。見てる？マジでそれいい。で、めっちゃいいよね、これ。どんな体型の人に、どんな顔の人に合う？マジでやばい。これ、本当にみんな買ってほしい。みんな買ってくださいね。あ、ついた、ついた。これ。で、ここは何？ラルフズバーガーレストラン。すごいね。めっちゃうまそう。アボカドバーガーとマンゴージュースにしました。こっちはダブルチーズバーガーとコーラ、うん、ゼロゼロって言わないで、コーラでいいじゃん。だから気にしてるやつみたいな。気にしてるじゃん。いつも食べ方わかんないのよ。多分切っていくんだろうね、これで。え、でもフォークしかない、ここは。結構顎外してなきゃいけないよ。やばくない？え、いっていい？いって。え、いきますよ、いただきます。あ、顎外れてる、顎外れてる。全部いけないからやめなさい。おー、肉どう？肉うまい。うまい？やばい。え、これ肉2枚のハンバーガーすごく良かったか。食べるこれ。いや、マックはマックでマックの良さがあるんだけど、やっぱ違う。野菜もさ、フレッシュだし、肉がうめえ。よかった。かわちいね。こんなポテトがあるの、真似してあげる。あー、いい、いい。目が結構似てる。口じゃねえんだって。うわ、重っ。え、待って、やばくないこれ。うわうわ、うまっ。肉うまいし、チーズとろっとろ。うわ、野菜もうまいね。おいしいよね。これや、めっちゃ重いな。うん、ごめん。飲んでみ。おいしい。ごめんよ。でかくない？でかいよ。
めっちゃ肉食べてる。ほんと？チーズは？めっちゃ肉。めっちゃ肉でしょ？重たこれ。重量多分3倍ぐらいある。ね。うまいぜ、ベイベー。ベイベー、ベイベー。聞こえてるかな、この声。はい、ということでお昼ご飯を食べ終わってですね、ただいま沖縄ワールドというところにやってまいりました。いやなんかね、ここはね、遊園地系とかじゃないんだよね。そう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 、なんか鍾乳洞っていうやつだからちょっと楽しみだね。ね、行こっか。ちょっとまだ待ってるの。団体が写真撮るの待ってるから行こう。じゃあ行こっか。はい、行きます。はい、ですね。5000度。わ、涼しい。涼しいね。21度だって。あ、そうなんだ。熱感症とほとんど変わんないの。なんかさ、ディズニーのさ、アトラクションもさ、生だね。天然のアトラクション。そうだね。でもこれって終わりかな。終わりじゃないよ、絶対。大丈夫だよ。こんな簡単に終わんないよ。本当？うん、終わんない。なんか、作り物に見える。やめて。そういうことしなくて、なんかこれが天然物だっていうのが不思議っていう。ね、すごいよね、こんな綺麗にね、まっすぐになるのかっていう。あれとかさ、頭に刺さったら終わりだよね。結構鋭くない？結構怖いよね。しかも近い、こっから見るとこんなんでしょ。あ、めっちゃ硬い、石みたい。硬い。あ、ほんと、硬いね。結構大きくない？なんか、なんかさ、上からさ、こんな重いのどうすればぶら下がるんだろう。まあ、ぶら下がるっていうかさ、まあ、くっついてる。怖っ、これ上ビルって怖いね。めっちゃ綺麗。実際に動きない。青の泉だって。すごい、めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗だね。めっちゃ綺麗。しかも多分画面通したらめっちゃ綺麗。マジでディズニーのアトラクションやんとか。マジモンのアトラクション。マジモンのアトラクションだったね。すごい、これこんな感じ。すごいね、両脇に。なんか神秘的。お魚色ごいといて動いてる。めっちゃ。そっから入ってグワーってきてここに出るわけでしょ。それは長いわ。あと1時15分ぐらいです。今2時だよ。だってほら、そりゃ疲れるわ。疲れたわ。いい運動になったね。もう暑い。熱い。あ、バナナとかいっぱいあるって。アボカドいるらしい。アボカド。すごい。アボカドこうなってんの？え？アボカドどこ？いや、あれだ。アボカド。あ、これか。え、かわいい。こんななんだアボカドって。パイナップルって木じゃない？俺木だと思ってた。知って。こうやって根から生えるんだね。ほら。パイナップル。沖縄ワールドパイナップル。すごい可愛いじゃん。沖縄旅行最終地点ですね。最終地点ですね。国際通りにやってきてます。わかんのかな、これで。わかんのかな。あっちが国際通りっぽくない？嘘、私的にはこっちの国際通り。嘘、あれじゃない、変なガラガラのやつ。ああ、そうか。そう、なんか Google マップでさ、国際通りって調べてきたんだけどさ、どっからどこまでが国際通りなのかよくわかってないんだよね。そうなんだよ ね。でもね、みんな見て、見ればわかる通りね、なんとなんとなんとギリギリだけどね。まだ雨降ってないの。今日降ってないの、ほら。まあ言ってさ、飛行機の時間あるからさ、はい、あと2時間じゃない、あと30分ぐらい。そうしかこの辺入れないんだけど、どうする？どこ行く？なんか商店街とかいっぱいあるしね。ね、ここも市場本通りって書いてあるよ。市場、あ、ここ行こう。ここってさ、まあ、なんだろう、イメージなく来たのよ。なんか、うん、事前にさ調べてもないから。そうだね。でもなんて言うんだろうね、結構なんかとりあえず派手っていうイメージしかなかったけど、割とあれなのかな、お土産とか。そうじゃない、だってこういうところお土産をメインにしてやってるところでしょ。なんね、もっとすんごい派手なものを想像してたから、ね、なんか店ザーッてやってた。そう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 、ゴーヤのパンツ売ってるよ。さ、撮影しない大丈夫？これハゲは後で。いや、ね、こんぐらいが終わり？ね、でもさ、うちらの場合はさ、もうさ、お土産とかをさ、全部買っちゃったからさ、ね、あれだけど、多分お土産を買いに来てる人とかは多分、ね、そのホテルとかね、その各観光地のよりも全然お土産いっぱいあると思うから、楽しいとは思う。お酒いっぱいあるよね。お酒いっぱいある。いっぱいあった、お酒。
い、ということで私たちの沖縄3日間の旅はこちらで終了でございます。終了しました。あとはねレンタカー屋さんに行って車返してね、飛行機に乗って帰って明日からも普通に仕事をしたいと思います。思います。頑張ります。どうだった沖縄？めっちゃ楽しかった。楽しかった。いやだからシンプルに私が海が好きっていうのと、寒いよりは暑い方が好きっていうのと、アクティビティとかさ、いろんな観光地とかも巡ったじゃん。確かにそうだね。だからすごいなんか有意義な感じがした。ああ、なんか時間結構長く感じたというかさ、うん、濃厚な感じしたよね、うん、今までの中で一番なんかうまく観光した気はする沖縄旅行は。確かに満喫したって感じだね。あとうちらに合ってるね海は。合ってたね。単純にだから何回見ても楽しかったね。楽しかったよね。綺麗だった、ね。多分この動画が上がった後とかは多分台風の季節になっちゃうけど、まあ、夏行く人とかね、まあ、やっぱ沖縄行くときは海に入れる時期がいいと思うので。絶対そう。そう、ぜひ行く人は参考にしてもらえればと思います。思います。ちなみにさ、何が一番楽しかった、何が良かったこの3日間の中で。間違いなく2日目にやった海のアクティビティなんですよ。あ、そうだね。絶対あれが一番楽しかったよね。絶対楽しかった、ね、でもそれはまだちょっとね、今多分この動画を見てる人にはまだ分かってない内容だと思うから、うん、それはちょっと次回の動画で。そうだね。楽しみにしててください。めっちゃ良かったよね。めっちゃ楽しかった。時もあれでしょ。めっちゃ楽しかった。それはありがとうございます。帰って空港行こっか。でも本当に沖縄楽しかったから。楽しかった。あのね、ま、割と真面目に来年も来るか考えてるぐらい楽しかったから、うん、みんなもよかったら来てみてください。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。お会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。